うございます。最高に楽しい一日していきます。エネルギーが溢れてるので半袖で筋トレに行きます。兄ちゃんから打ち合わせがあるので頑張っていきたいと思います。これからピアノのレッスンに行きます。練習してないので全然うまくなりません。まあね、ちょっと今はね仕事が忙しいんで、もうこれはしょうがないです。選択と集中しょうがない。先生すいません。ママに髪の毛切ってもらいました。かわいいじゃん。初散髪。糸ちゃん鶏胸と卵を切らしてしまったのでこれから買いに行きます。鶏胸に買ってきました。豚キムチを作りたいと思います。ハイネのワンオンワンを2本やっていきたいと思います。今日も最高に楽しい一日でした。おやすみなさい。打ち合わせが1本終わりまして、これから池袋にですね紹介いただいたお客様と会っていきたいと思います。めちゃくちゃ素敵な保険営業マンと打ち合わせができました。でこの後ですね、横浜でもまた素敵な保険営業マンと会いますので帰ります。ちょっと家帰って疲れて寝ようと思ったんですが、筋トレに行こうと思いました。とりあえず行ってからやるかやらないかを考えます。筋トレに行きます。今日は人が多くてあんまり撮影できませんでした。帰ります。ハヤブロー、これからハヤネの説明会3本とハヤネのワンワン2本やっていきます。今日もハヤネに3名の方が新たに参加いただきました。ありがとうございます。ただね、ちょっと最近ワンワンのしすぎでね疲れてきてます。なんで余白を大切に、もうバッチリしたコンディションで皆さんと話したいのでちょっと余白大切にします。それではおやすみなさい。今日も楽しい一日していきます。急遽コーチがなくなりましたので筋トレに行きます。半ズボンで筋トレに行きます。15分後に打ち合わせがあるので急いで帰ります。仕事終わった、疲れた。家族でスタバに行きます。じゃん、八つ橋が乗ってます。絶対に喧嘩が起きないように半分こにしました。これからですねかっちりしたマネーセミナーがあるので、しっかり髪型セットして受けていきたいと思います。マネーセミナーめちゃくちゃ良かったですね。ただ今9時30分か、もう眠い。やっぱね9時以降は僕は仕事できないですね。なんで皆さん、僕と9時以降話したい人はもうごめんなさい、もう 100% 今後断ります。すいません。では寝ます。おやすみなさい。うそっす。今日も楽しい一日していきます。仕事が終わりました。これから念願のサウナ北欧に行きたいと思います。最高。来た。いただきます。マジうまそう。うまっ。サウナ北欧マジで最高でしたね。なんかこうめちゃくちゃ何が優れてるってことじゃないですけど、もう雰囲気がいいです。やっぱね、あと聖地と言われるだけあって、こういる人もみんなちゃんとしてる人が多くてですね、静かですし、ほんと最高の場所でした。皆さんもぜひ行ってみてください。なんかですね、帰ってきてちょっとねすごい疲れちゃいました。なんで今日めちゃくちゃスーパー早寝します。おやすみなさい。おやすみなさい。今日も楽しい一日していきます。仕事が一段落しましたので、これから筋トレに行きたいと思います。筋トレ終わりました。帰ります。いや、筋トレ終わって水シャー浴びて、これから経営者の先輩と2人ミーティングしていきます。増量丼。仕事が終わりました。ちょっとこれからですね、税理士の先生に書類を渡しに行きたいと思います。
洗車します。今日も最高に楽しい一日でした。で、明日はですね、僕は解体してきてるあのアキルノの場所で初めてテントサウナを行います。マジで楽しみなんで、今日バッチリ早寝して最高に明日整いたいと思います。それではおやすみなさい。今日最高に楽しい一日にしていきます。皆様素敵なコメント本当にありがとうございます。コーチング終わりました。これからテントサウナ、あ、じゃない、弁護士セミナーに行きます。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。すいません。ありがとうございました。テントサウナに行きます。はい。ありがとうございます。行きます。お疲れです。どうですか。はい。まあ。テントサウナやってきました。ただただ最高でした。あー最高。今日はありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。今日は最高に楽しい一日でした。テントサウナとあそこの川マジで最高。もうぜひオープンしたらみんな来てください。もう 100% 整わせる自信がありますので。ただ疲れた。おやすみなさい。